さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ屋さがです。今日はこの場所に来ておりますよ。これ原宿の駅のすぐ近くですけれども、ポルシェさんがポップアップストアを、これ12月17日までだと思いますね、作ったんですね。奥に見えますのがもう飾ってありますけれども、で何のポップアップストアかって、やっぱり大観のお披露目ですよ。でちょっと早く来て撮らさせていただきました。いやーこれ触れたかったんですよね、大観ですよ。大容量バッテリーを使った超高性能電気自動車を出してきましたよ。大観になります。ポルシェのこのフォードアセダンの世界になると、やっぱりパナメーラを思い浮かべる方も多いと思うんですけれども、でパナメーラとちょっとサイズ比較をしておくと、これで大観は全長が4963あるんですね。でなのでパナメーラと比べると約9センチ弱ぐらいですかね、ちょっと短い形になります。まあしかしながら幅が広いですよ、1966です。なのでこれ3センチほど広いわけですよ。でさらに高さが、これワイド感が広がっているのに、パナメーラと比べると高さが5センチほど低くなったんですよ。すごいですよね。なので1381になりますよ。なので超ワイドで超ローでで短めでっていう、なんかねこのワイド&ローのフォルムがすごい印象的です。でホイールベースとしては2900あります。まあ車両重量はバッテリーも積んでるのでちょっと重たいですよ。 2.3 トンこれでありますよ。いやすごいかっこいいな。いやかっこいいかっこいい。いや実物目の前にするとめっちゃかっこいい。なんでかっこいいかってわかるかな。このフォルム、これパナメーラにはないフォルムなんですよ。要はフロントにエンジンがある車では絶対って言ってもいいです、できないフォルムなんですよ。このフロントがスランとした形の低いこの造形。なのでこれは本当電気自動車専用のこれプラットフォームの作りなので、だからできるんですよ。だから通常あるプラットフォームを電気自動車用にコンバートしたっていうのでも、これ実はできないんですよ。なのでもう一から全て電気自動車のためにって言ってポルシェが作り上げたこれモデルなので、こういうフロントの綺麗なかっこいいフォルムができるんですよね。お見事ですよ。まあアウディとかこれ兄弟車でも使われますよ。アウディでは確かこの大観と同じベースでコンセプト GT が出てますので、イートロン GT ですよね、いずれ出るとは思いますけれども。いやかっこいいかっこいい。もう空力もすごいですね、ライト周りもほんとかっこいい。ここはもうエアストリームですよ。でやっぱり電気自動車は発熱量が少ないので、ラジエーターも少ないですよね。なので開口部が少ないんですよ。これもだからかっこよさを生み出す一つの秘訣にもなっておりますよ。いやこの辺りめっちゃかっこいいじゃないですか。本物、本物って写真でしか見てなかったので、動画と写真でしか。いやしかし広い、すっごい広い。ここ引くかっこいい。911とかはやっぱりケイマンとかボクスターとか、みんなフロントにエンジンがないとこういうフォルムにできるんですよ、フロントが。いやーすごいすごい。で通常の911とかケイマンとかボクスターはエンジンがここにない代わりにどっかに積まないといけないじゃないですか。なので荷物室が基本的に犠牲になるんですよ。しかしながらやっぱり大観の凄さ、電気自動車専用の凄さはこの荷室がちゃんとしてるっていうところ。はい、荷室パワーゲートです。充電ケーブル入ってますけれども、この広さとしては今366リッターあるんですね。いや広いじゃないですか、十分。ゴルフバッグいけそうかな。うわいけるな、これは広い広い、十分広い。床下収納はあ、ちょっとある。はい、可愛らしい感じである。へえ、じゃあ閉める。パワーゲートで、さらにフロントにも81リッター分の、これはまあこの辺りが911も一緒ですよね。はい、パカッと広ぐ。はい、結構深いですよ、ほら81リッターのトランクスペースがあります。だからこのスペースをしっかりとフロントとリアに積載スペースを確保しながら、このフロントがエンジンがないからこそできるこのスランとした形状が出せるっていうのがすごいですよね、電気自動車ならではかと思います。いやかっこいいじゃないですか、すげえな。ちなみにここをなんか触ると開くんですよね。おー、開いた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 。
あ、こっちはAC チャージャーですね。これ交流電源です。これ AC チャージャーすごいですよ。これ 11kW まで対応しますから、だから家庭充電でちょっとアンペア数とか上げないといけないかもしれないですけれども、 11kW ってすごいですよ。だから家庭でも結構早めに充電ができるんですよ。で逆側行くと、これこれこれ、はい、こっち DC チャージャーですよ。この DC チャージャーすごいです。 150kW ですよまで対応。だからチャデモが今後どんどん進化していった時にも対応できますし、全国のポルシェセンターに順次この DC チャージャーの、要はテスラでいうスーパーチャージャーみたいな直流のこれ充電ですけれども、 DC チャージャーこれがどん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 整備されるので、それがマックス 90kW で、導入できるんですね。もうすでに12月末ぐらいの時点で、棒が効いてる話で言うと27拠点にはもうすでに配備となってて、あとは名古屋と大阪にも、数が増えていくので、それら全部合わせると全国で31拠点で稼働なんですよ、この DC チャージャー 90kW。 それで考えるとテスラのスーパーチャージャーの拠点数超えるんですよね、初っ端から。だからね、ちょっとすごいですよ。テスラはスーパーチャージャーの周りで車、もう充電器自宅にないのに買う人多いので、僕もその一人でしたけれども、いやそういった意味では近く、ポルシェセンターの近くに住んでる方とかはこれ買ったら幸せになりますよ。これお見事ですよ。タイヤでか、タイヤ何サイズ、グッドイヤー履いてる、サイズでかでか、265/35/21インチだ、すげー、セラミックカーボン入ってる。え、テンポットじゃないですかこれ、テンポットですよ。いやすげーすげー。リアのサイズが、はい、305/30/21、すごいですね。まあイーグルついておりますよ。ちなみにこれターボ S ですよ。今もうすでにタイカンはタイカン 4S、ターボ、ターボ S ってこの3種類あるんですね。でそれぞれで能力が違うんですよ。でこのターボ S はやばいです。これ0-100加速、ロケットスタート、ローンチスタート使うと 2.8 秒ですからね。馬力761馬力、1050ニュートン発生しますから、これすごいんですよ。でここから S が取れちゃうと、単なるターボになると、ターボでもすごいですよ。0-100加速が 3.2 秒で、通常時625馬力ですけど、そのローンチコントロールの時は680馬力出しますし、トルクは850ニュートン出しますので、ターボでも十分です。でさらに 4S もありますし、いやこれすごいんですよ。で全部これ四輪駆動ですよ。前後ろ、あこれ逆になっちゃった、前後ろにこれ同期モーターを積んでおります。要は永久磁石が入った形ですね、同期モーターなので。でその同期モーターに対して、あの 4S とターボ、ターボ S ってなっていった時に、あの例えばターボ S はターボと比べるとフロントのモーターの巻き数がちょっと違ったりであるとか、磁石の周りの部分の巻き数、コイルの巻き数が違っているので、まあそういったちょっと出力の違いはもちろん発生するんですけども、ターボとターボ S は同じバッテリーを積んでおります。バッテリーはターボ、ターボ S は 93.4kWh があって、実質は 83.7kWh 使うんですよ。なのでギリギリまで使わないんですね。ギリギリまでアップとダウンの部分を使っちゃうと、もうリチウムイオンバッテリーがどんどん劣化するので、劣化させずにっていうところで 93kW あるところを 83kW しか使わないというところで、耐久性も、要は劣化を防ぐっていうこともやっております。まあ、ちなみにそれが 4S のバッテリーになると、これが 83kWh になるんですよ。だから 10kWh ほどバッテリーがちょっと小さくなるっていう話です。電気自動車はモーターだけをハイパワーにしても、実はその出力は得られなくて、大事なのはモーターもパワフルになり、そのモーターに電力を十分に供給できる大きいバッテリーが必要で、なのでこれはターボとターボ S は大きいバッテリーの容量を積んでおり、でその大きい容量のバッテリーになると、やっぱり絶対充電が必要なんですよ。もう今のチャデモクラスのちまちま充電では時間かかったりするので、やっぱりどっか行った時にポルシェセンター寄って 90kW でガチャって充電するとか、そういったやり方が絶対に必要なんですよ。でそれも備わってる。でこれね、ちょっとマニアックな話付き合ってもらえます？
これすごいんですよ。このバッテリーから僕知ってる限り世界初ですよ。800ボルトシステムです。このバッテリー、バッテリーからのアウトプットが800ボルトなんですよ。通常だいたい400ボルトって思ってください、電気自動車は。それがだから倍ぐらいあるんですよ。でボルトが高いと何がいいかっていうと、同じ例えばモーター回すのに電力量を欲しがってる時にボルテージが高いとアンペア数を落とせるんですよ。電圧と電流の関係で言うと、電圧を高めれば電流値を下げれるんですね。要は電気の流れの勢いを下げれるんですよ。電流はまあイメージしてもらえば分かるんですけれども、勢いよく流せば流すほどどんどん発熱してしまうので、太い電線が必要であったりもするんですけれども、800ボルトシステムはその導線をすごい小さ細くできるんですよ。なのでだからこそ軽量にもできますし、だから車に使ってる導線全体が細いんですよ。だからそれができると軽量化にもつながるし、このターボ S の大きい巻き数の、モーター自身もちょっと小さくできるんですよ、800ボルトシステムがあると。でこの800ボルトシステムはすごいですね。ちなみに800ボルトシステムがあると、こういう急速充電をするときにも800ボルトのバッテリーにドンって供給できるの で充電時の発熱も少ないので、90キロワットを結構がっつり使ってどんどん充電できるので、下手すると400ボルト系のシステムの、テスラ、僕が持ってるモデル S よりも充電は効率いいと思いますね。いやこの800ボルトシステムはすごいです。確かねこれベースは日立オートモーティブが作ってるはずなんですけども、日立さんすんげーいい仕事しましたね。これはお見事だと思います。それが体感に実装されてきましたよ。僕まだまだ搭載する車ってもっと将来なんだろうなって思って日立さんの技術見てましたけども、体感に積まれてくるとは思わなかったですよ。すんげーです。これちょっとびっくりですよ、この800ボルトシステム。なのでテスラの場合には、僕は世界最速加速だって言って動画出してますけど、100万回再生ぐらいはしてますけれども、そのローンチコントロール同じようにできるんですけども、それを何回も何回もやっても、これ熱でへこたれないっていう、そういうシステムを、あ、マナブさん来ました、はい、そういうシステムを確立しております。じゃあちなみにちょっと室内ドン、もうね室内もすっごいですよ。この辺り5連メーターであることはもうこの辺りポルシェ伝統ですからね。あとこの足回りの硬さとかの調整は全部ここになりましたね。これもちょっと操作しやすそうですよね。なんかかっこいい、おしゃれで、そこから 16.8 インチ分かな、これモニターが連続する形ででけで、助手席の前にもちゃんとモニターがあるんですよ。PCM 初期設定中、あ、まだ初期設定がされてないのね。はい、すいません。あ、こっちもされてない。しといてくれればいいのに。まあいいや。はい、それは後で。で、エアコン周りは、だからモニター、モニター、モニター、モニターって、もうモニターだらけ。まあ、この辺りはメカニカルでちょっとエアコン周りは欲しかったなっていう気持ちもちょっとありますけど、先進感がやっぱ一つ売りなので、うん、いやーすごいすごい。ここは12ボルトあります。へえ、おしゃれおしゃれ、やべ、欲しい、かっけー。あー、スポーツクロノのこのなんかこれすごい目立つな、自己主張が強いな今回。へえ、なるほど、素晴らしい。鉱石ちょっとこのまま行ってみよう。あ、ほら、テスラみたい。もう空が丸見え。これ鉱石超気持ちいいはずですよ。さあ、鉱石行きまーす。よっ。いや、このちょっと待って、ドアの閉まる。すっげえこの剛性、やべえ、やばいっすね、この振動の少なさで。この足元だけバッテリー引き詰めてないので、ちゃんと着座位置のその足は低いところに位置できるので、それでもって室内の広さ感とかを出してるんですよね。で鉱石のエアコンもしっかりとありで、
まあ足は前席の前に入りますよ。で、小指ギリギリ立たないぐらいですかね。はい。で、結構ね、これお尻がスポンと下がっているので、これを落ち着き感すごいあります。なんかすごい包まれ感があります。すごいバケットシート感がありますね。このあたりもすごいですよね、造形として。だから背中が包まれる感じ。ちなみに僕を映すとこんな形。ちょっと背もたれ立ってるかな。これリクライニングできたら最高ですけどできないんですよ。そのあたりはちょっと気になるところ。後席だけで言ったらパナメーラの方が快適かな。やっぱりホイールベースも長いのでパナメーラの方が全長も長いですし、後席だけで言ったらパナメーラかなと。いやー天井気持ちいい。もう EV 専用プラットフォームで、へえ、こういういろいろな作りがちょっと未来を感じますよ。これ予想超えだ。いや何より 800V システムに僕はもう驚きを隠せないですよ。もうやばいですよ 800V システムって。あの電気の世界とかを知ってる方はこの 800V システムを搭載しているって。だからイメージで言うと何ですかね、廃屋ガソリンか、レギュラーかの違い。いやもっとあるんですよその差、 800V システムと通常の 400V。だそのぐらいちょっとねエネルギーのその効率が違うと言えばいいのかな。いやすごいんですよ 800V システムは。いやお見事ですこの車ちょっと。いや今日この後試乗できるんですけど、試乗するのは今日残念ながらターボ S ではなくて、単なるターボになる。単なるターボって言ってもすごいんですけどね、もうターボ S 見ちゃうとね、はいになりますので、ちょっとその乗り味も今からちょっとお伝えをしていきたいなと思います。まあ何にせよすんげー車です。いやなんかテスラのモデル S を研究し尽くして、もういろんな視点から見た時の穴という穴を全部塞いで出してきたような感じですね。ちなみにライトこんな形濃いじゃないですか。後ろは繋がってるんだろうな。ポルシェ最近繋げてきてますもんね。光ってないやんけ。ほら後ろはほら繋がってるじゃないですか。かっこいいですね。ちなみにこれでハザードはシーケンシャルとかではないんですね。しかしかっこいい。これはね、ちょっと今までのそのポルシェとか要はエンジン車ではできないフォルムなので、これはだからかっこいいですよ。今までにない。ないだから911のセダン版みたいな、そんなフォルムにも見えますよ。このフロントのノーズの低さからしても、すごいですね。まあちょっと話それちゃいましたけども、だからポルシェとしてはやっぱりモデル S とかテスラの動きは脅威だったんでしょうね。まあだからこそテスラが持ってる0100加速であるとかスーパーチャージャーであるとか、まあそのあたりも全部ケアして打ち活動でいろいろやってきたことはわかります。で将来的には 150kW の充電になった時にはもう今のチャデモのあのコードじゃなくて、もうコード自身も熱持ってしまうので、なので冷却コードになるんですね。水冷式のコードにしないといけないとか。なのでインフラはまだまだちょっと時間がかかると思うんですけども、この車の凄さは将来的にそういう風にインフラが 150kW とかになったとしても車側が受け取れるっていうのがすごいんですよ今。まあ他のメーカーのことは今ここで言ってもしょうがないですけど、 150kW が受け取れますっていう車は実は他に僕は聞いたことないかもしれない。テスラは 120kW まで受け取れますけどね。いやーすげーです。なのでそういった意味も含めて将来性まで含めて、ちゃんとインフラの変更であるとかにもケアしつつっていうところでやってるのがお見事です。まあということでこれをもうね、もう2ヶ月ぐらい前に同業者の人がみんな体感取ってたので、その時に語りたかったんですけど、やっと語れた、紹介できた。これ本当おすすめの電気自動車になります。というわけでこれから試乗行きたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。試乗の動画もご覧になっていただければ幸いです。ではありがとうございます。失礼します。イカライフを。
ちなみに床下超フラットですから、ほらこのちょっとボコボコ見えるのはこれだから、アウディのイートロもボコボコしてましたよね、床下。だから同じようにティンプル形状が、なされておりますね。ほんと空力の良さもすごいです。ちなみにこれ空力で言うと CD 値 0.22 ですよ。でこれそうだ、大事なこと忘れてた、これ重心点が911よりもこれ9ミリ低いんですよ。この重心点の低さがちょっとすっごいんですよね。前後に積まれた同期モーターですけれども、この同期モーターってやっぱり磁石を使っているので、高回転が回転数上がった時に自分で発電しだしちゃう逆非電流があるので、高回転ちょっと苦手なんですね。なので電気自動車って大概最高速が140キロ50キロぐらいでなんか頭打ちみたいなのが多いですけど、ポルシェそんなの許されないじゃないですか。これ最高速250キロ60キロとかですから、どうやってんだっていうと、フロントはトランスミッションなしですけど、リアには2速トランスミッションが入っております。これなのでその2速トランスミッションを使って同期モーターを使いこなすっていうやり方をやってるのも、このやっぱ体感の特徴でもあります。